リザードフィッシュは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名は、エソカの総称にちなんで命名された。ダイヤモンドリザードフィッシュブラッシュトゥース、リザードフィッシュリザードフィッシュは1944年3月14日に、ウィスコンシン州マニトワックのマニトワック造船で、寄港した。7月16日に、ローズデール・ジー・サッサー夫人によって、命名。 浸水し、12月30日に、艦長、オビッド・エムバトラー中佐の指揮下収益する。リザード・フィッシュは1945年1月20日に、マニトワック川を出港し、イリノイ州、ロックポートに向かう。ロックポートで浮きドックに積み込まれ、ミシシッピ川を栄光される。2月1日に、ルイジアナ州アルジャースに到着、5日後に出港。 パナマ運河を通過して3月23日に真珠湾に到着した。4月9日、リザードフィッシュは最初の紹介で南シナ海に向かった。4月21日にサイパン島に気候支燃料を補給。4月30日から5月18日までインドシナ半島に近接して紹介を行ったが敵艦との接触はなかった。 5月23日から28日まで、ジャワ海で同様の紹介を行ったものの、これも敵との接触はなかった。6月2日、リザードフィッシュは52日間の行動を終えて、フリーマントルに帰還した。6月28日、リザードフィッシュは2回目の紹介で、ジャワ海、南シナ海方面に向かった。7月5日、リザードフィッシュは、 バリ島北部ブレレン県の産後に彩られた湾に侵入し、そこにあった厳重に偽装された4隻の上陸用、橋家250トンの輸送船100トンの苦戦艇を発見した。リザードフィッシュは先行して湾内に入り、雷撃で第37号苦戦特務艇を撃沈し、続いて浮上して砲撃を行った。5インチ砲による砲撃で4隻の橋家を破壊し、 続いて、抵抗を破壊、輸送船の船首を引き裂いた。炎上する敵艦を後にして、リザードフィッシュは概要に出た。7月19日、澄田海峡の近くで、西海岸沿いに南方に向かって、紹介を行っていた、リザードフィッシュは、輸送船団を発見する。浮上したまま一番近い目標に対して、砲撃を行い、続いて、目標を変更した。 その間に、沿岸砲台が砲撃を開始し、付近に着弾し始めた。弾薬を消費した時、リザードフィッシュは炎上する3隻の船を後にして、先行した。その夜再び浮上し、シンガポール沖で、救助派1任務に月き陸軍の B-24、24部隊の支援を行った。リザードフィッシュは十分計画を練って、積極的に行われたこの紹介で、 水中から注意深く行った。偵察の後、沿岸砲台に対して日中に浮上して、砲撃を行った結果、港や海峡、停泊中の敵艦に対して大きな打撃を与えることに成功した。8月6日、リザードフィッシュは39日間の行動を終えて、スービック湾に帰島その9日後に日本は降伏した。リザードフィッシュは、 第二次世界大戦の先行で一個の従軍聖賞を受賞した。リザードフィッシュの戦果スコア一石百トンは、アメリカ潜水艦の戦果中最も少ないものの、一つであり、ジャナック公認の戦果だけで見れば、最小のスコアである。リザードフィッシュは、スービックワンを8月31日に出港し、真珠湾を経由して9月22日に、サンフランシスコに到着した。 10月24日にはユーレカにおいて海軍記念日の式典に参加。その5日後にはティブロンに停泊し、1946年1月2日まで泊まる。その後サンディエゴに向かいソナー学校の訓練館として使用される。3月5日に訓練が完了すると、不活性化のためサンフランシスコに向かう。カリフォルニア沖での活動後、リザードフィッシュは退役し、 1946年6月24日に、メアイランド海軍造船所で、太平洋予備役艦隊入りした。リザードフィッシュは1959年3月16日に、真珠湾を出港し、フリート首のオケル海舟が行われた。1960年1月6日に、イタリア政府に移管され、イタリア海軍では、物理学者のエヴァンジェリスタ・トリッチェリにちなんで、 エヴァンジェリスタ・トリチェリと命名され収益した。エヴァンジェリスタ・トリチェリは1976年に廃棄された。ありがとうございます。